はい、こんばんは、マチュピッチュンです。今日はね、たくさんの人が見てもらって嬉しかったです。まあ、久しぶりにね、まあ、300を超えるという視聴者数がありまして、まあまあ嬉しいなとね。明日はね、馬はね、菊花賞があるんですね。はい、私そっちの方も張りますんでね。この弥彦の G1 は、予想しやすいかしにくいかというと、しやすいと思います。はい、で、その中で9番5番、要するに寺崎公平に脇本福井両者ですね。それに古性が3番手という鉄壁なラインですね。鉄壁なんだけどっていうのがつくのが私のちょっとイメージですね。そして、3番7番、新山恭平に渡辺幸の、まあ、東北ラインって言われですね。で、2番4番、まあ、郡司恭平に小原大輝がつくということで、神奈川ライン。まあ、神奈川の中心がね、欠けちゃって、やっぱり、どうしてもね、人間のことやからね、調子にこう、上下があるのは仕方がないことなんですけど、まあ、残ってきたなということで、今回ね、この古性、そして脇本、そして、新山に、郡司、この4名はほぼほぼもう、グランプリ確定でね、の選手です。で、その他の選手は、ちょっと他の5名は優勝しなければちょっときついかなというような感じのメンバーですね。はい。まあ、今日ね、決勝に残ったということで、まあ、脇本もね、グランプリのそのカードをちょっと僕は掴んで確定に近いことを言ってもいいと思います。まあ、今の脇本の調子で言えばね、落車戦限り、そこそこの走りしますから、賞金の上積みでも全然グランプリ乗るやろというふうに思います。で、ここで問題なんですけど、先行するの誰ですかっていうことで、やっぱりね、脇本と古性を連れてる新山、ごめんなさい、寺崎公平は先行意欲あると思います。本人もコメントで言ってたんですけど、まだ2回目かな、G1。まだまだ前で、先輩を引っ張るという役割をね、十分本人も認識してて、それが積み重なると、いずれどっかでチャンスをもらえるやろうということで、まあそういう思考の持ち主なんで、僕は将来性はあるんやろうなと、やっぱり思います。年齢的にはね、もう、大台30には来てるんでしょうけど、競技の競輪選手はね、それぐらいの年齢では若手のうちというふうに言うてもええと思います。で、ちょっとここで面白いのは短期の2人の中の、まあ川端はともかく一つ106でよう点数残ったなというか、佐々木の方なんですけど、群馬のね、この子非常に宮杯で悔しい思いをしてますよね。4番手ただ一人競られて、お前は行かさんぞっていうような感じのレースされて沈んでいったということで、まあ決勝に残った嬉しさよりもなんかこう競り込まれたというか、行かしてもらわれへんかったっていう嫌な思いを持っていると思うんで、そこでその気持ちを一周するレースをするんじゃなかろうかと、多分だいぶ悔しかったと思うんですね。はい、まあ2回目、僕の感じでは宮杯にとって2回目と思うんですけども、ちょっとここでうさばらししたいなというのはあると思うんですよね。はい、新山恭平渡辺が行ったその後ろに張り付くのも一つの手やとは思うんです。せやけど、ちょっとここで思うのが、僕ちょっと怖いなと思ったのはね、本命にする選手は誰やねんって言うたら、正直言うて、古性とその、脇本の折り返しなんです。そして脇本中心に、3点ほど書かしてはもらってるんです。ここがやっぱり本命にならざるを得ないです。協力近畿ラインなんですけどね。その一角を万が一潰すとしたら、新山恭平が逃げた時よりも、むしろ、この8番の佐々木勇気が、絶対横強くないはずの
脇元、要するに9番の後ろに車持って行ってもいいわけなんですね。ああ、簡単に飛ぶと思います。うん、やっぱり脇元では横の弱さがあるんですよね。そうなると僕は穴が開くというふうに見てます。はい、穴が開くのは2パターンで、この8番が37の後ろに最終的にこうついてくれたケース、これも穴の開きようがあるんですね。三者になりますから。それともう一つは、要するにこの8番が5番のとこへ車持っていったケース、うん、だからある意味にこの8番ではあるんやけども、レースのキャスティングボードを握ってるのはむしろ3番手回るこの古性優作よりこの8番佐々木だと僕は見てます。過去に悔しい思いしたようになって僕レース見てても思ってたし、何も言わんと立ち去ったんでね、レース上勉強させてもらってよっぽど悔しかったと思いますよ。それからまあ私の目は先ほども言うたけど近畿を本命にしてますが二重丸三つではないです。一重丸にしてます。この8番が怖いなというのがあるんですね。はい、もしすんなりスッといって力勝負したら1551の折り返しやと僕は見てます。もちろん51も15もあると見てます。故障だけにね、うん、刺すケースもあると思います。それかもしくはちょっと遅めのまくり追い込みで、うん、脇本だけが届いて98に2着をね、佐々木であったりやっぱり渡辺であったりと郡司であったりとかいうスピードタイプ、ここらが2着に来た時、ここはもう本命ラインです。僕は7割方本命ラインで決まるんじゃないかとは見てます。それ8番次第ってことです。そして穴はなんやねん言うたら、すんなり新山がかけた時、はい、これでもなかなか強力なんで、その箱を回っている7番の渡辺、ちょっと僕調子ええなってずっと思ってたんですね。その調子のピークの今回決勝進出であり、そしてその優勝を狙える番手と、で7番の後ろに8番がいてくれたという気もあるんですね。8番だけど川端でも構いません。要するに3番手、展開の間で乗ってくれたというようなことも全然あり得るんじゃなかろうかと思います。はい、でそうなると、まあ軍事とね、軍事は何すんねん言うけど、軍事僕は今回ねこの強力先手ラインのをまくるとかそういう風なにはならんのじゃないかなという風な気がしてます。うん、もちろん3着までに入る可能性は非常に高いですけども、頭はどうやろうなというふうに思ってます。それから箱を回った7番の渡辺幸典を、かわす力はないように思います。新山が逃げてライン作った場合、その場合71、75、72、73、78も欲しいんですけどね、うん、78まで欲しいんですけど、一応そういうふうに思ってます。まあ、7番頭の故障であったりとか、軍事であったりとか、力の新山であったりとか、5番の、2着の方ですね、あの脇本の力であったりという、ここを優先します。負けたら78やと見てます。そして終わらないやねん言うたら、さっき言うたように8番が、大仕事するケース、オールスター、あ、いや、なんか全日本選抜、ここらで割に若手の選手がポーンと優勝を取るケースがあるんですね。若手言っても佐々木も29歳ですから、まあとっても不思議じゃない。昔は28超えたらピークアウトしてたんで、そのことを思ったら29なんか全然若くもなんともないんやけども、優勝あって叱るべきかなと。なら新スター誕生とは言わんまでも8番、この場合2着読めません。レースが荒れると思うんで、その場合8全です。うん、ここは絞ったらダメやと思います。はい、なんていうかな、寺崎康平がかけてその箱に飛びついて8番、そしてスッと、まあ足がいっぱいいっぱいになるっていうことにならないっていうのは、要するに脇元が飛ばしやすいってことですね。はい、そういうことなんです、要はね。まあ負けた時はその時は18とかはあると思うんですけどね、古性優作のね。はい、せやけど、まあなかなか今縦の足も鋭い、
8番の佐々木が四角箱で回って後ろから刺されるというような気はあまりしないぐらい調子いいんで、大穴は8前、穴持ってる人は8前で流してください。もしかわすとしたら1番8番、まあ、900円ってことになりますけどね。そういうことになる。やっぱ8番でちょっとこのレース面白い感じがします。あの宮杯とはちょっと彼のイメージが、今回違うんで、まあ、明日ね楽しみにしてください。まあ、明日はねギャンブル非常に菊花賞といい非常に面白いものがあると思います。以上です。